足りなかったら言ってね。今日は少し多めに作ってあるんだ。心なしかいつもより具沢山じゃない？正解。クリスタリウムからのお客さんなんて珍しいからちょっと奮発してしまいました。するよ。だって本当に珍しくて嬉しいことなんだもの。ほら、ここは捨てられたり別れたりそういうことばっかりの場所だから。もともとは私もね、積み食いになりかけてたお母さんを連れてここに来たの。助けられない、殺すしかないと分かっていながらどうしてもできない。みんな大体そう。それでこんな最果ての荒野を目指すの。ここにあるのは希望なんかじゃないわ。ほんの少しの猶予と、せいぜい痛みのない死だけ。それでも、お母さんが静かに息を引き取った時、こうして見とれてよかったって本当に思ったんだ。救われるって信じていても、見てきた人の命を奪うのは、ね。身勝手かもしれないけど、いっそ闇の戦士が来て変わってくれればいいのにって毎回思うよ。闇の戦士？あれ、知らない？私も由来とかは詳しくないんだけど、有名な伝承だよ。闇の戦士は死の使い、命を刈り取り天の暗き海に返す。誰も逃れることはできない。人も、人が成り果てた罪食いでさえも。って感じだったかな。まあ実際にはそんなの見たことがないからおとぎ話みたいなものなんだろうけど。物騒極まりないわね。そうかな。人でも罪食いでも命を返してくれるってところ、私は好きなんだけど。来る。デスリン、大変！
ハルリクがいないの。少し目を離した隙にいなくなってたの。何か見つかった。
確か。そう遠くまで行くとは思えないんだけど、罪食いが騒ぎ出しているのも嫌な感じね。もう一回、今度は別の場所。強い。人を襲いに来たのかもしれない。追いましょう。この世界にあるもので、いらないものなんてないのよ。あなただって最後の時まで大切な、苦しんで死んじゃダメ。そうでしょ、お母さん。